はい、山田でございます。アロマプリエルの、えー、店長をやらせていただいております。えー、迷ってますか皆さん。迷、えー、お仕事するの。ね。えー、迷ってるかと思います。えー、今日は背中を押させていただきます。が、ちょっと品がない内容になりますので、えー、お聞き苦しい点や、えー、気分を害してしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、もうそろそろね、 えー、そろそろこういう話もしていいかなということで、えー、させていただこうかと、意を決して、えー、音声を録音しております。えー、えー まあ、メンズエステっていうお仕事が良さそうなお仕事だなっていうのはうっすら気づいてきたと思うんですね、聞いてる方。で、その中で、あの、アロマプリエールという宇都宮のこのメンズエステ、僕があの、携わっているお店ね、えー、も良さそうだなっていうのが、もしかしたら分かってきてくださってる方がいるんじゃないでしょうか。えー、それを前提にちょっとお話しさせていただきますが、えー、夢とかね、 えー、あります <laughs> 夢、えー、ありますでしょうかね、えー、それとか、自分の夢でもいいし、子供の夢でもいいし、えー、ご両親とか家族の夢でもいいと思うんですよね。えー、何か夢があったりだとか、えー、それこそ生活、えー、夢は特別ないけども、生活をもうちょっと楽にしたいとか、 えー、何か貯蓄が欲しいとかね、えー、そういう,うあ、まあ、夢というか目標もある方もいると思うんですね、もうちょっと楽な生活できればなとかね、えー、そう言って思ってる方もいらっしゃると思います。で、えー、この単価のいいお仕事、このメンゼッセのお仕事も、ね、単価のいいお仕事で、例えば、えー、OL さんが、ねえー、週5回、えー、朝から夕方まで。 えー、働いてるぐらいの金額を週3ぐらいで稼げたりするわけです週2か週3ぐらいでね、えー、そういうお話はさせていただきました効率よく稼げるお仕事パートねえー、時給1000円のアルバイトしてる方が、えー、やっぱ週5やってるのを週2ぐらいで稼げるわけでしょ、うん、で僕はその OL さんのお仕事とかね、えー、時給1000円のお仕事もやりがいをもやりがいがあってね 楽しんで、えー、自分の人生、えー、に満足感を得ながら働けるのであれば、えー、それはそれでいいと思ってるんです、えー、それを否定するあのつもりはないですしあの、えー、違和感を感じずにねやりがいを持ってあのできるなんて結構なことじゃないですか、うん、なのであのやり続けたらよろしいかと思います ただ、もし、あの、何か転職を考えてるとかね、新しく何か仕事を探してる仕事を考えてるとか、今の仕事に不満がある、不安がある、ね、えー、違和感を感じる、ね、職場環境が良くない、えー、そんなようなことを感じながらも働いてる方、えー、生活のために、えー、働いてる方いらっしゃるとしたならば、えー、ぜひ、このプリエールの仕事考えてみていただきたいんですね。で、迷ってるでしょ 要はこれを聞いて何度も何度も聞いてくださってる方、迷ってる方いると思うんですよ。えー、良さそうだな、できるかな、不安だな、でもやってみようかなって思ってるわけでしょ。ね、迷ったらできるから。できることだから迷うんですよ。あなたができることだから迷う。えー、できないことは迷わないんですよね。えー、言ったことあるけど、ビルの10階から飛び降りたら1億円くれるって言っても飛び降りないじゃないですか。死んじゃうから。ね、迷わないじゃないですか。 それが、1階か2階か、見るの2階から飛び入れたら100万円あげるって言ったら迷うでしょそれはできそうだから、骨折するぐらいかな痛いかなとかね。でも100万円欲しいな。迷うから、できるから迷うんですよね。それと一緒、あなたがもし迷ってるのであれば、できるから迷うんです。ね。で、迷ってる間に、すぐ時間は経過してしまいます。1回、1ヶ月2ヶ月なんかすぐだし、1年2年すぐ経過してしまいます。ね。 えー、今、まあ、決めてね、よっしゃ、やってみようと、チャレンジしてみようと思って、えー、面接に来て、デビューしたら、12月からはデビューできますよね。そしたら、そこから、えー、こういう人生が、えー、お金に関してですけどね、こういう人生がスタートします。例えば、あなたが、今、旦那さんのお給料でね、例えばですよ、えー、生活してると、専業主婦の方だとしましょうか。えー、そうしましたら、週1回でもプリエールに来て、11時から、朝11時から、え、夕方まで、 一日二、2名様の施術を担当するとするじゃん。うん。そしたら、えー、日給二万円になるわけですよ。それが四週、週一だからね。四週あると月収八万円。ね。一年間でいくら貯まると思いますね。旦那さんのお給料で飯は食えると。ね。家族で飯は食っていける。うん。なので、丸々貯金したとしたら。 8×12 で、多分96万ですよね。100万近く貯まるんですよ。週1で。うん。2年で200万、5年で500万、貯めることができるわけ。ね。それが迷ってる時間が長ければ長いほど、1年、2年、3年と迷ってたとしたら、100万、200万、300万と損してるようなもんなんですよ。ね。迷ってる方に、に対して話してますよ。うん。で、あなたが、 えー、例えばじゃあ20代のおフリーターの方だったとしましょうか。ね、うちでレギュラーで週4で働いたとします。えー、1日3、三名様施術するのがまあいいと思うんだけど、ね、レギュラーさんは。でも2名だと少なく見積もって。うん。1>, 1日2人施術して、それが週4回。だから週8万稼げれる、稼げるわけ。で、8×4 週で週月収32万になるわけですよ。 で月収32万の中から生活費20万取って12万32-20で12万を貯金にしたとするじゃんねえそしたら年間でいくら貯まると思います ?1 年間で120万っていうか144万かな違かったらごめんなさいね計算できないのでうん120万ちょっと貯まるわけでしょねえ3年で360万5年で600万貯まるわけ ね、20万で生活しながらよ。うん、ねそれが迷ってたら、えーね、3年で360万損してるのと一緒なわけさ。考え方だけどね、別に完全に損してるわけではないんだけど、うん、そう考えたら早くやった方がよくない迷ってるんだったら。ね若い方だって夢があるじゃないですか。ねえ、留学したいとか、英語を勉強したいとか。 ね、なこういう資格を取りたいとかね。でも時間がないから、性格生活していかなきゃいけないし、時間がないから、えー、それに取り組めないってことあるじゃないですか。ね。それをフリエールで単価のいいお仕事して、えー、時間も、あの、効率よく作ることができて、ね。留学だってお金かかるじゃないですか。海外旅行でもいいよ。海外旅行行ってみたくないですかね。 ハワイ行ったことありますか僕はないけどね。僕はないけど、ハワイ。行ったことないけど、あの、行ってみたくないですかえー、アメリカだったりと、えー、タイだったり、インドだったり。ね。そういう世界を見に行って、視野を広げたいじゃないですか。ね。自分の価値を高めたいじゃないですか。そんなことすら、なかなかできないのが、あの、一般的じゃないですか。ね。それが、こういった単価のいいお仕事だったら、えー、もしかしたらできるかもしれない。 ね三3年間で360万貯めてね、20万円で生活しながら残りの12万貯金して三360万貯めたら、1年間ぐらい海,海外で生活だってできるわけでしょそこで得られたなんか自分を高める、ええー、何、マインドそれはすごいいい,いいものだと思いませんかね学校行くのもそう、大学今から行く、ええー、心理学の勉強したいとか、医学勉強したいとか、まあいろんな、ええー、ことやりたいことがあったとしたら、 単価のいい仕事でしっかりお金を貯めて、えー、学費にできるじゃないですか。うんえー、ちょっと戻るけど子供小さい子供さんがいる場合にね子供が今1歳2歳だったら、えー、そんなにお金はかからないかもしれない食費とパンパース代ぐらいしかかからないかもしれないけどこっから小学校中学校高校ってなっていったらねやっぱりお金かかりますからね。 で、大学に行きたい、専門に行きたい、留学したいってなった時に、親の経済力で子供の夢をね、子供の可能性を積んでしまうっていうこともなくはないと思わないです。うん。そう子供は子供でいいんだっていう考え方もあるし、それは別に否定してない。 うん。それはそれで、子供が留学したいなら自分の金で行けよっていうのも教育の一つだと思うから、それは否定しないけど、何か子供が何かやってみたいって言った時に、よっしゃ、じゃあやってみなよって、え、お前の可能性は、あなたの可能性はね、できる限り、え、子供でいる間はね、成人するまではサポートしてあげるよとかね、そういうふうに言ってあげられる親でいたいじゃないですか。 ね。そんな中で、この迷ってる方に対してよ。うん。迷ってるんだったら、早くやった方がいい。迷ってるなら、ゴーですよ。ね。一、えー、日二日遅れるごとに、あなたの収入は、一日二日遅れてる、あの、得れる収入が取れてなく、ないっていう考え方もできるわけだから、ね。あの、えー、いよいよ、あの、やってみたらいいと思います。うん。ね。ふふふ。 偉そうに話してるよね、もうね。でね、プリエールでね、これは、もうこれもエぐいけど言うけどね、えー、もうやめてしまったセラピストさんね、夢を叶えてやめてしまったセラピストさんですけれども、えー、最高月収70万取った方がいます。プリエールでね。20代の方でしたよ、若い、若い方。ね、今はどちらで活躍されてるんでしょうか。ね、70万だよ、月収。 ねえ、それがいい悪いは別として、その方の夢が叶う、には十分な金額だったのかもしれない。ねえ、わかんないよ。もっと高みを目指してるのかもしれない。自分で、あの、収入の上限決める必要ないからね。決めてもいいけどね。決めるのも別に間違ってはないけど。えー えー、上限決める必要ないから、100万200万月収で稼げる方かもしれないし、どういうマインド持った方かは知らないけれども、70万20代前半で稼いだとしたらね、えー、それは、それなりのその頃の夢は叶えられるんじゃないでしょうか。ね、えー、やりたい勉強したい、ね、お店を開きたい、ね、海外に行きたい、ね、それとももうちょっとちっちゃいあの庶民的な夢だったとしても、好きな洋服着たいとかね、 えー、そういうことでもいいし、旅行行きたいとか、えー、親にあの恩返ししたいとか、うん、そういう夢だって叶えて、えー、いたんじゃないでしょうか、ね、70万稼ぐの大変、体使う仕事だからね、ヘロヘロになってたけど、頭おかしくなりそうになってたけど、えー、頑張って一生懸命やってやりきってましたよね、その方ね。 うん。それぐらいの夢がある仕事というか、えー、まあお金だけじゃないけど、まあ僕はそんなにお金お金ってしてないからね。あの僕が言うのは真実味がないんだけど、あのー、うん。えー、でも夢があるじゃん。うん。それだけか効率よく単価のいい仕事として稼げることがで稼ぐことができる仕事だから、迷ってたらもったいないからね。うん。それが自分のためだったらまだ、 いいけど迷ってる間に、えー、もう4050になっちゃったって、ね、もうさすがにプリエールの仕事できないなって、えー、で当時やり始めた方が、えーね、同じ時期にや,やり始めた方大活躍して、えー、自分の夢を叶えていったってでも私は叶えられなかったでもそれは自分の選択ミスかもしれないし後悔するかもしれないけど自分の判断だから別にいいじゃないですか。 だけど、それで、もし子供とかできた場合にね、その経済力があったら、子供が何か、さっきの話と同じ話ですけど、何かやりたいって言った時に、ね、えー、スポーツでもいいじゃないですか、音楽でも。うん、それを応援してあげられる親でいたら、それは、あのー、素晴らしいことじゃないですか。ね、自分の経済力、 うーんまあ、こんな言い方して、僕も経済力ないからなんとも言えないんですけど、偉そうに言っちゃいけないんですけど、自分の経済力のなさでね、えー、子供の夢を積まないためにも、ね、プリエールっていう、こういう、今日聞いてるってことは、このお仕事に出会ってるわけだから、ね、やられたらいいと思うし、やって、やめたかったらやめればいいわけじゃん。 自分にとってやるべき仕事じゃないなと思ったならやめたらいいしでも自分の夢があるなら子供の夢があるならお店開きたいとかねエステサロンやりたいとか何でもいいですけど、えー、そういった夢があるのであれば頑張って何か普通の仕事時給1000円の仕事で頑張って頑張って夢になかなかたどり着かないたどり着く金額が貯まった時にはもう疲れちゃったってなる前にね単価のいい仕事をチョイスするのも一つの、えー、選択なんですこれは決して悪いことではないです。 うん、なので、えー、ぜひ、もうね、あのー、チャレンジしてみましょうよ。ねチャレンジした後悔は後悔じゃないって、えー、もう、どんな成功者も言ってるじゃないですか。ねチャレンジしないことが一番の失敗だって、ねえー、いうことなので、えー、背中押せました押せない逆に怖くなっちゃった <laughs> 熱くなって話せば話すほど人が引いていくっていうね、えー、パターンですけれども <laughs>。 <laughs> いいんです、僕は、うん。気づいて欲しいから、うん。僕はね、あの、僕の話しますかもういい、俺の話。<laughs> 僕はもう。